ジャカルタ古田駅に停車するキロリットル3型電車リアスタティックはかつてインドネシアの首都であるジャカルタ都市圏の電化路線で運用されていたキロリットル3から76、78、83、84型電車及びキロリットル3から86、87型電車の通称である。1970年代中盤までのインドネシア国内の旅客列車は オランダ領東インド時代から続く電気機関車やディーゼル機関車が牽引する客車列車がほとんどで1977年の時点で電車や機動車といった動力分散方式の列車は西ドイツから輸入した重量のみであったその状況は首都ジャカルタ都市圏も同様であり1924年に電化が行われながらも主力は電気機関車が牽引する 客車列車で通勤輸送に生かされることはなかった。そこで独立後のインドネシアは日本からの演車間による大規模な近代化計画を立ち上げ、駅や線路など施設の改良、ジャボタベック圏の路線の高架化に加え、日本の鉄道車両メーカーが製造した電車や機動車を多数導入することとなった。その中で最初にジャボタベック圏の電化路線に導入されたのが、 リアスタティックという名称で呼ばれた一連の電車である。1976年から1984年まで4時にわたって製造が行われた形式。編成は4両編成で、内訳は制御車、電動車、電動車、制御車となっており、2編成を連結した8両編成も、蘇生可能である。車体は普通構成で、インドネシアの狭い建築限界に定触しないよう。 窓上寸法の小さなかまぼこ型の屋根となっている。扉はインドネシア発の自動両開き扉が採用され、最初に製造されたキロリットル3から76型のみ、片側に扉で位置もプラットフォームの高さに合わせた低床式になっている一方、それ以降の車両については片側3扉となっており、位置も可動式ステップが付いた高い床式に変更されている。また、 製造当社の前面は、日本国有鉄道の103系電車に類似した3枚窓で、あったが後に2枚窓に改造され、追って、いたずらによる投石からの保護のための金網が設置された。車体の基本的な構造は同時に製造された MCW301 系、302系機動車と同一であり、保守の簡易化が図られている。車内は、通勤。 均衡双方に適した構造となっており、座席配置はクロスシートである。冷房装置は搭載されていないため天井には扇風機が屋根上にはガーランド型通風機が設置されている。終電装置は日本国有鉄道 PS16 に準じたものだが、河川位置が高い箇所に合わせ上昇限度は高めに設計されている。台車は日本車両製造が キロリットル3型電車以前に製造したインドネシア国鉄向け客車に採用された NT-11 系台車をもとに建築限界や軌道条件の悪さを考慮した設計になっているほかブレーキ装置の構造の単純化など保守の簡易化も図られている電気機器についてもオランダから独立した後のインドネシアにおける初の本格的な電車ということを踏まえ保守 点検の簡易化や熱帯気候下においての運転に適した設計となっている。制御方式は抵抗制御方式を採用しており、電動車に主抵抗機が設置されている一方、電動車には電動発電機が搭載されている。1986年から1987年にかけ二時にわたって製造された車両はそれまでの構成車体からオールステンレス車体に改められ、 全面デザインもくの字型の流線型となり、イメージアップが図られている。車内の座席配置も多数の乗客を輸送するという観点から先頭車はロングシートに改められ、運転台側には大型荷物棚が設置されている。一方で、台車や電気機器、制御装置などは、キロリットル3から76、78、83、84型と同一構造であり、 編成同士の連結運転も可能である。また、それまでの車両はすべての部品が日本製であり、製造も日本国内で行われていたが、キロリットル3から86、87型以降は、インドネシアにおける鉄道車両製造技術の向上のため車内など、各所にインドネシア国産部品が用いられているほか、車両についても未完成の状態で輸出された後現地で部品を、 組み合わせ完成させるという方法に変更されている。それに伴い、キロリットル3から76、78、83、84型の座席に採用されていたクッションが廃止され、ベニア板を用いたものに変更されている。車内は、構成車両同様非冷房だが、一部編成は一時的に冷房装置が搭載され、ジャカルタコとボゴール間の急行列車。 パクアンエクスプレスに使用されていた。1976年以降6時にわたって導入された一連のリオスタティックス電車はジャカルタ都市圏の通勤・近郊列車として活躍し、使用路線の運営権がインドネシア鉄道公社を経て民営企業に関して以降も主力として用いられた。1992年以降に導入された電車は制御方式が VVVF インバータ制御に変更されたが、多くの車両で故障が相次いだことや、それらの車両と比べ修理用の部品調達が容易であったことがその理由である。2009年以降は一部の構成車両に更新工事が行われ、4両編成から6両編成への変更、電源装置の静止系インバータへの交換、流線系の全面など各種改造が実施された。 これらの編成には、ジョコレローのマーコポロの愛称が付けられた。2000年に無症状とされた、都営6000系電車をはじめとした冷房車が導入されて、以降もエコノミークラスとして運行していたが、末期は乗降扉を開け放したまま走行し、運賃の安さから、混雑時には車両側面や屋根の上にまで乗客が溢れるという、安全性や快適性に難がある状態となっていた。 そして2013年7月に KRL ジャボタベックの運賃体系変更により、ジャボタベックの全列車が冷房完備になったことで、同年の7月24日をもって、他の非冷房編成とともに営業運転から引退した。ありがとうございます。